今回は腕時計の話をしようと思います。えー、これはトミーの時計ですね。えー、僕はだなトミーなんで、こういうのは買い取りました。やったトミーだと思って買い取ったんですけど <laughs> えと、これくらいの価格帯のね、時計でしたらよく買い取るんですけど、さっきのお客さんはですね、えー、高級な腕時計を、中古でも20万ぐらいする腕時計を、えー、僕に見せてくれましてね、えー、査定をさせていただいたんですけど、えー、タグホイヤーの時計 こんか書いてあるじゃないですかあのそのタグホイヤーの種類の名前とかあと後ろに型番が書いてあったりとかするので、まあ、そこで検索すれば大体の値段は分かるんですけど中古でも20万ぐらいしたので,、えー、でタグホイヤーとかそのブランド時計ってやっぱり本物かどうかっていうのもありますし、えー、と自分で歌った時にその価格で果たして売れるのかというのもありますし。 あと、他の腕時計の買い取り屋さんと比べられたときに、僕の方が全くもって低いという場合もあるので、えー、やっぱ僕はそういうのはね、もう逃げるようにしてます。もうこれ、例えば20万で売れる腕時計をですね、10万で買い取ることができたら、もしくは5万で買い取ることができたら、えーまあ、一発逆転じゃないですけどね、<laughs> あの儲かる話なんですけど、えーまあ、それを狙うことによって失うこともある場合があるので、 僕の手には負えまませんという断り方をしました、えー、僕はそういった、えー、ちゃんとした高級な腕時計とかじゃなくてもっとボロボロのものだったり、えーま、成功とかシズンとか G ショックとかそういうのをメインで買い取っていますとお伝えしたらですねその後あのー、その時計じゃなかったんですけどなんかゴルフグッズだとかバイクのヘルメットとか そういうものを出していただくことができました、えー、やっぱね買い取り店って今すごいいろいろあるのでお客さんもいろいろ知ってると思うんですよね、あのー、だから高級な時計を売るなら高級な腕時計の専門店に売った方がいいんじゃないかなみたいな考え方はどっかにあるんだと思うんですよねで僕みたいな人が行った時にその気になってる時計の値段ちょっと聞いてみようかなみたいな感じで聞かれることあるんですけど そんな高級なものをその1人の人に査定してもらっただけで決めるという人もなかなか、まあ、いるとは思うんですけどなかなかないと思うのできっとその後高級な買い取り店高級腕時計を <laughs> 専門にやってる買い取り店にその人行くんじゃないかなっていうそういう可能性の方が高いのでここで下手にね、あのー、査定してしまって安い値段を出してしまうと、えー、その人の信頼を失うことになって リピータータととしししてまた呼んででももらううこともないでしょうし、えー、とあと嫌なのが、えー、と僕が買い取りをしたものあの人に売らなきゃよかったなって思われるのがちょっと嫌ですねなんか自分の知らないところで自分の評価がどんどん下がっていくっていうのはなんかちょっと嫌なのでそういうことをもうちょっと避けたいのでまあ高級腕時計が出てきたら、えー、逃げるという、えー、自分の手に負えないものが出てきたら、えー、自分はこういった高級なものじゃなくて ももっとジャンク品、ボロボロロなもの、そういったものを扱ってますということをそっちがメインですと言ってしまえばお客さんも納得してくれるので、えー、だから僕が言いたいのはですねあのもう安心して買い取りに行ってくださいということですねもう自分の実力以上のものを買い取って儲けようと思うともう大変になってくるので、まあ、それはそれで儲かる場合もあるかもしれないんですけどそんなこと繰り返すと絶対どっかで痛い目見るので、えー、そういうことはやめて もう自分ができることをちゃんとやるで。お客さんが喜ぶことをちゃんとやる。それだけでも全然十分利益を取れますので、えーまあ、そこをやるのがいいんじゃないでしょうかね。えー、だから、えーっと、自分がこう、やっぱ僕も最初の頃は思ってたんですけど、査定に行って、うん、よくわかんないものが出てきたらどうしようとか、査定できなかったらどうしようって思ってたんですけど、まあ、それはもう自分の実力がないだけなので、もうそこは諦めて、 そういったものも査定できるようになろうって、えー、頑張るきっかけにすればいいと思うんですよね。そうすればですね、まあ、その、何ですかね、その真面目な態度というか、誠意がですね、まあ、きっとにじみ出ると思うんですよね。それがお客さんに伝わると思いますので、まあ、そういった感じでやっていくのが一番気持ち的にも楽だし、お客さんに喜んでもらいやすいですし、お客さんに恨まれることもないので、えー、そういったふうにやるのが僕はいいかなと思っています。 というわけで、えー、自分の手に負えないものは断っちゃってもいいよって思ったので動画を撮ってみました。ありがとうございます。また。イ